皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。6月10日より、フジテレビで放送中の、ポカポカにて、メジャーデビューをかけたネット投票が行われているボーイズグループ昭和と祭り。6月15日には、リアル投票イベントがラゾーナ川崎プラザにて開催される。写真あり、1月下旬、女性自身編集部を訪問した昭和。 昭和は、プロデューサーの秋元康氏監修のもと、昭和歌謡、昭和ポップスを現代に、というコンセプトで生まれた6人組ボーイズ歌唱グループ。3000人の応募の中からオーディションで共に選抜された祭り、と共に24年のメジャーデビューを目指し日々活動中だ。昨年7月に結成されたが、早くも今年1月よりポカポカのコーナーレギュラーに抜擢。 3月には番組内のコーナー、愛花を紅白に連れてって、にて、ファンを1000人集められるかという企画に挑戦。予想をはるかに超える2000人以上のファンが集結し、スタジオを沸かせた。同グループは名前の通り、アダルトな魅力を売りにしていることもあり、メンバーには経験豊かな6人が勢ぞろい。最年長の寺田慎次郎、40、は、 料理研究家として本誌、女性自身でも連載を手掛けていたほか、多数のテレビ番組への出演経験がある。山本啓司、35は、アメリカでの芸能活動の経験があり、語学堪能。メインボーカルを担う向山武、35は、ハモネプ出身で歌唱力は折り紙付き。また、元大手企業勤務の遠田正樹、32や、 元テレビの技術者の井筒優太、33、など芸能以外の経験を持つメンバーも在籍。青山三36、は元 J リーガーという異色の経歴で、なんと叔母には女優の篠野子がいる。そんな個性豊かなメンバーが集まった、昭和、現在受付中の事前ネット投票と15日に行われるリアルイベントでの投票での合算で、メジャーデビューできるかが決まる。 イベント投票の受付は2部制となっており、12人のメンバーとの握手会に参加すると、投票権をゲットすることができる。昭和と祭り、のどちらに応援したいか丸をつけ、一人一票の投票が可能だ。今年1月には本市編集部を訪問し、紅白出場の目標を語っていた昭和。夢の一歩をつかめるか、どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。